井上智志君日本共産党の井上智志です、えー、中法協会における漁業協定については必要な措置であり賛成であります、えー、今日は在日米軍の弾薬等の火薬類の運搬についてお聞きをいたします、えー、1980年に日米合同委員会が米軍の火薬類運搬上の措置について合意をしておりますが、まあ、周辺住民には不安がございます で例えば、大臣ご地元の神奈川県の基地関係県市連絡協議会の昨年度の要望書では、弾薬などの火薬類の輸送について、合意事項を遵守し、周辺住民について不安や危険を与えることのないような適切な措置を講じることとしております。そこでお聞きしますが、この日米合意では、米軍が自ら運搬を行う場合と、委託業者を使って行う場合とで、国内法令の適用についてはどのように定められているでしょうか。 河野外務大臣委員長 えー、米軍の火薬類運搬上の措置に,処置に関する日米合同委員会合意にはさまざまな措置が定め,て定められておりますが、えー、国内法の適用に関わる部分といたしましては米軍のために契約により火薬類を運搬する業者は日本の法令で要求されるすべての手続きを行うこと米軍自らが運搬する場合において米軍所有の軍用車についてはこれらの手続きを必要としない、えー、その上で えー、車両の標識、積載、運搬の方法、都道府県県警への通知、弾薬、または火薬類の廃棄の基準などについて、えー、合意で、えー、具体的なルールが定められており、 えこのルールに従って、米軍の火薬類の運搬は行われているわけでございます。加えて日米地位協定第16条においても、在日米軍による我が国法令の尊重義務が規定されておりますので、在日米軍はこのような義務に従って行ってきているものと認識をしております井上聡君、えー。委託業者の場合はです、ね、火薬類取締法および内閣府令が適用され、 いるわけですが、まあ、これに基づき委託業者が米軍の弾薬を国内の道路上で運搬する場合に、まあ、出発から到達到着までどのような手続きが必要になるのか警察庁を聞いていただいていますがどうでしょうか小田部審議官お答えいたします日本の国内の運送事業者が米軍の委託を受けて火薬類の運搬を行う場合には火薬類取締法によりその旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て 運搬証明書の交付を受けなければならないとされているところでございますまた運搬を終了したときには運搬証明書を速やかに都道府県公園会に返納しなければならないとされておりますなお、まあ、このほか運搬の通行あ通路を変更する場合における運搬証明書の書き換え義務 火薬類運搬を運搬しようとする場合における運搬証明書の携帯義務、火薬類を運搬しようとする場合において従わなければならない技術上の基準として、火薬類の運搬に関する内閣府令の関係規定により、運搬中において転落することのないようにするといった積載方法の基準、必要な数の運転要員を確保する、見張り人をつけるといった運搬方法の基準、繁華街または人混みを避けるといった通路の基準が定められているところでございます。井上聡君 今もありましたように、長距離を運搬する際には、複数のドライバーが必要でありますし、見張り人をつけること、それからまあ火薬類の表示板をつけることも必要かと思います。でそれも確認をしておきたいんですが、私はです、ね、あの在日米軍の委託を受けて、弾薬輸送をする会社の下請けである関西の A 社で,です、ね、弾薬輸送の責任者として従事をしてきた人物、まあ、K さんとしますが、から、 この A 社において明らかに法令に違反すると思われる危険な運搬が行われているという事実について告発を受けました。あの4件の違反の事実について証言をされております。1つ目は2017年12月11日から13日にかけて、佐世保の米軍前畑弾薬庫で弾薬ミサイル等を積み込んで、キャンプ富士へ運搬した事案であります。このの A A 社社社長と社員、A、さんの2名が乗務をしましまて 運搬中に使用のために全線高速道路を使用して12月11日深夜に大阪・羽曳野市の自社倉庫に帰り火薬類積載の表示板を外して駐車し、まあ、翌日午後まで無人で放置をした上えで13日午前にキャンプ地へ納品をしたということでありますで看板を外して無人放置をしたのを目撃した社外の人物がいて、まあ、そこから去るところを通じて A 社に通報があって K さんの知るところになりました K さんは乗務員の A さんの証言を得て、事実を確認し、社長に対して事実を認めて、きちんと対応を取るよう求めたけれども、会社が応じずに、まあ、このことが原因で A 社を退職させられたと証言をされております。で一般論として確認いたしますけれども、先ほどありました火薬類運搬中の表示板の掲示であるとか、見張り人というのは、道路を運行中だけではなくて、 倉庫等への駐車場も含めて、義務付けをされていると、そういうことでよろしいでしょうか小田部審議官。えー お答えいたします一般論として申し上げますと、ご指摘の事案が法令に違反するかどうかにつきましては、個別の事案に応じて、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、警察といたしましては、火薬類の運搬方法との基準を定めている各種規定は、火薬類による災害防止、公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が遵守されるということが必要であると考えておりまして、 法令が遵守されていないという事案が認められましたら、あ事案げをして、えー、適切に対応してまいりたいと考えております井上聡君お聞きしたのは、えー、途中、道路を通っているときだけじゃなくて、倉庫に駐車しているときなども含めて、見張り人であるとか、表示が必要ですねということを確認しているんです。す部審議官 規定におきましては、自動車によって運搬する場合には、あ運送人はあ当該自動車に見張理由人をつけるというふうにされているところでございます、また運搬中、詰め替え等のため、えー、火薬類を一時保管する必要がある場合におきましては、火薬庫、またはこれに準ずる安全な場所において保管するというふうにされているところでございます三浦悟志君。 到着まで、これは義務付けはあるんだということでいいお尋ねのとおりあの、出発から運搬終了するまでの間、これ、運搬中でございますので、その間においては運送人は当該自動車に見張り人をつけるというふうにされていると小いうことで、えーえー、そうしますと、おお違反の疑いが濃いわけでありますが、もう一つの例はですね、2018年1月24日から26日にかけて、 米軍の三沢基地で弾薬ミサイルを積み込んで、前畑弾薬庫へ運搬した事案でありまして、車両3台に社員 K さんら、社員3名を含む6名で乗務をして、出発の翌日に新東名、岡崎パーキングに立ち寄って、その先の伊勢湾岸道路が積雪により通行止めだったということで、本来はこの時点で,ですね通行止め解除を待つか、米軍に連絡をしてルートを変更する手続きをしなければならないわけでありますが、 まあ社長の指示によってルートを変更し、火薬類積載表示板を外して、名古屋市内の高速道路を走行した後で、再度表示板を装着して、前畑弾薬庫に納品したと、こういう例であります。まあ、他にもですね、2018年3月27日から、三沢基地から岩国弾薬庫への運搬中にですね、西名阪道路で同じく火薬類積載表示板を外して、 計画のルートを外して一般道を通行した上えで、一定時間無人放置したという事案、同年5月の広島呉から三沢基地への運搬中の常時2名の乗務の違反事案があったと、こういう告発でありました、あの以上の4件の証言についてはです、ね、運搬車両の車番および3件の運搬に関して、車内で作成された車番連絡票の控えについて提出を受けております。でこの まあ弾薬輸送の責任者で自らが乗務したケースについての当事者からの証言であるから、私は大変重いと思っておりまして、こういう法令違反がたびたびあったとすれば、一歩間違えば大変危険な事故につながりかねないと思っております。で米軍の弾薬などのですね火薬類の輸送は危険性の高いものもありますし、冒頭に紹介しましたように、関係自治体からもですね周辺住民に不安や危険を与えることのないような適切な措置を講じることが求められております。 あのより厳格にやはり、こういう弾薬などの輸送については、法令が守らせるための措置が必要と考えますけれども、いかがでしょうか。本田審議官 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、私ども警察といたしましては、火薬類の運搬方法等の基準を定めている各種規定は、火薬類による災害防止し、公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が順守されることが必要であると考えておりまして、法令に順守されている事案が認められれば、一般のでございますけれども、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。運行計画書はまだ保存されていると思います。ので、ぜひ、 調査もして、法令融資のための適切な措置を取っていただくように、強く求めまして、質問を終わります。